始めさせていただきますシューマイです。は,いえー、は What's New In 5.1.18ということで、あの全体に、<laughs> 全体感についてお話していこうっていうことだったんですけど、えー、先ほどてんてんさんから話にあったとおり、あのまあ、95%ぐらい、ちょっとジェネリックスの話になっちゃいました。で、ちょっと入りきらなかった部分結構あるんで、まあ、それは、まあ、また別途どこかでフォローできたらいいなみたいな気持ちで言います。ちょっと 進んでいきますねで、えっとはい、まず注意なんですけど、Go1.18 はまだリリースされていません。RC1 が今朝出たんですけど、えー、まだリリースされてないです。一応3月リリースされるらしいです。でえー、今回の発表内容はあの、リリース後の情報ではなくて、あの本日に2月18日現在の情報をもにしていますで。発表の構成については、あの全体的にあのリリースノートのほう、ドラフト出てますので、これをベースにして、えー、やっています。 はいえー、GO 1.18の目玉機能としては、この辺があるかなって思いまして、えー、まず、ジェニックスがあります。これはあの言語仕様そのものの変更で、まあ、言語仕様自体がここまで大きく変わるってことはこれ、まあ、最近あまりなかったというか、えー、GO でこれまで,で最大の変更だっていうふうに、えー、言われているぐらいのやつですね。で、えー、ハジング これは1.17で入るかなって思いっきりギリギリ入らなくて1.18にずれ込んだやつでワークスペースモードネットネット IP パッケージとか、まあ、こんな感じであの複数の大きい目玉機能があるっていう感じですねはいで今日なんですけどあのジェネリックス以外の3つについては別途発表ありますのでそちらにお任せしたいなというふうに思っていますはいじゃあ早速ジェネリックスの話をしていきますはいジェネリクス これ何なのかっていうとあの、ジェネリックなコードを書くための、えー、型パラメータとそれに関連した機能が追加される、まあ。ジェネリックってどういうことなのっていう話はあるんですけど、まあ、例えばなんですけど、あの1つの関数を、えー、書いたものっていうのをあの複数の目的に使うみたいな。ちょっとこれだとあのざっくりしすぎなんで、えー、この後あの実際の仕様を見ながら、えー、話していければいいかなと思います。でえー、今回のジェネリックスのに関連するあの。る。 言語仕様の変更なんですけど、広報互換性が保たれているので、過去のバージョンのコードがコンパイルできなくなるってことはないっていう話ですね。はい。じゃあ早速なんですけど、型パラメータですね。型パラメータ、これは型定義、タイプディフィニッションと関数宣言。 ファンクションデクラレーションに型パラメータっていうのを追加することができるようになるっていう仕様の変更ですね。えー、まずあの型定義の例、こちらにあるんですけど、あのベクター型っていうのを宣言しあ定義して、えー、そこにあの t っていうあの型パラメータをあの宣言して、であの型定義の定義対象にこの t っていう型パラメータの型を使っているっていう。 まあこれのことをあの型パラメーターというふうに言っているんですけど、このまあ下の2つ見てもらうと、型パラメータは複数持っていたり、同じあの制約、この制約というものについては後で説明するんですけど、同じエニーという制約を持っている2つの型パラメータ、片方の方はエニーというのを省略しても書けるよみたいな、こういったところを紹介しています。で、もう1つこちら、関数宣言の例があるんですけど、 えー、ここに、えー、min っていう関数があって、この min って関数は2つの値を受け取って、あの小さい方を返すっていう関数なんですけど、えー、具体的にどんな型の値が渡ってくるかっていうのは、まあ、後回しにして、あのその処理だけを書くっていうのを実際にできているっていう感じですね、はい。この t っていう型パラメータの部分が仮置きの型みたいな感じで使えるっていうところですね。はい、で続いてあの型引数とインスタンス化っていうのについて話していきます。 先ほどあの型パラメータっていうのを話したんですけど、えー、この型パラメータによって、パラメータ化された型もしくは関数っていうのは、型引数によって置き換えられてインスタンス化されます。で、インスタンス化の結果、新しいあの型もしくはあの関数っていうのが生成されて、それを使うことができるっていうイメージになります。はい、さっき出てきた型パラメータっていうのが、あのまあ、宣言、まあ、定義とかをするときの話で、えー、型引数、インスタンス化っていうのは、実際にそれを呼び出すとか使うとか。 そういいっっった時の話になってきますね、はい、でちょとでここに t っていうのがあったんですけど、あのここ、ファンクメインのところで、あのこの民間数を実際に呼び出しているところを書いていて、でここに int っていう部分書いてあるんですけど、ここがあの型引数ですね。t っていう型パラメータに int っていう型引数を渡して、の t の部分を int に置き換えて使うみたいな、そんな感じのイメージを持ってもらえばいいです。 で、えー、もう1個あのフロート64の例が書いてあって、まあ、それぞれあの正しく動作するので、あのこの、えー、1、2を渡したときは1が返って、1.5,0.5を渡したときは0.5が返るという、そういう感じの挙動になります。はい、続いて、あの型推論について話していきます。えー、型引数というのは、えー、型推論のアルゴリズムによって推論可能な場合は省略することができます。はい。 <laughs> で、えー、型推論にはあの関数引数型推論っていうのと、えー、制約型推論っていうのの2種類があってこれらを組み合わせたアルゴリズムによって動いています今回はあのここにはあの踏み込んだ解説はしないないという感じですねであの下にちょっと書いてあるんですけど、えー、それぞれですねあの2行ずつあのペアになっているという感じで、えーまあ、ここの部分「min12」っていうふうに書いててさっき書いてた型引数の、えー スクエアブラケット、四角い括弧のイントっていうのを省略できています。で、こっちの下の方も省略できています、えー。この2つの例はあの関数引数型推論っていうので動いていて、えー、関数に渡ってきた引数の型から型引数を推論してるって感じですね。はい。まあ、細かくは話さないですけど、えー、まあ、こういうふうに書くこともできるって感じですね。はい。で、続いてあの型制約ですね、えー。型パラメータっていうのは、あの型制約っていうのによって受け付ける型引数を制限することができます。 あのこの制限がないとあのどんな型でも渡すことができるっていう風うになっちゃうんですけどそうなるとあの関数の処理でか何を書けるのかっていうのが決まらないので、まあ、型制約によって行える操作も変わるっていう感じですねで型制約っていうのはインターフェースによって表現されるっていうところがポイントになってますで下にあのプリントストリンガーっていう関数の例が書いてあるんですけどこれはあの有名なあのフォーマットストリンガーっていうインターフェースをあの型制約にしてて フォーマットストリンガーっていうのは、あのストリングって名前であの、ストリング型の値を1つ返す関数なんですけど、まあ、普通のインターフェースですね。これまであったような普通のインターフェースを、ここの型制約のところに書いててで、この型制約のフォーマットストリンガーっていう型を実装している型だけがあの、この t の型パラメータに対して、あの型引数として渡せるっていうことになってきます。 ということで、ちょっと実際に自分で型を定義してるんですけど、stringableint っていうのを int に対して定義して、そこに string メソッドをえ宣言して、で、printstring がトト関数、ここに stringableint の,の値を渡せてますっていう、まあ、こんな感じの使い方になってきます。で、下でただの1を渡してるんですけど、これはあの型なしの整数の1で、デフォルト型が int ってことで、int 型になっちゃうので、これは、あの、 フォーマットストリンガーを実装してないので NG ですという感じになります。はい、ジェニク使わなくてもできちゃう例ですね。はい、そうですね。ちょっと別の関数の例あっても良かったですね。で、えー、と次が、えー、とインターフェースの記法の拡張ですね。はい。で、えー、と型制約であのメソッド以外の制約を表現できるようにするっていうのがあって、えー、それをするためにインターフェースの記法が拡張されました。はい。まずなんですけど、えー、インターフェース要素って っていうのが新たに定義されて、であのインターフェース要素の一つとして、あの型要素っていうのが新たにできました。で、これをあのインターフェースの中に持つことができるようになりました。型要素っていうのは、あのこの OR 記号で連結された型で表されて、例えばあの下のようなイントオアストリング1っていうのがあるんですけど、まあ、1があるってことは2もこの後出てくるんですけど、あのこれみたいな感じでイントオアストリングみたいなふうに書くことができます。でここの部分丸々 あのイントオアストリング全体であの一つの型要素っていうふうに扱われています。はい、であのこういうふうにし,してやってで、次にこのイントオアストリング1っていうインターフェースをあの制約にしたイントオアストリング1っていうのをちょっと型として定義していて、これはこのイントオアストリング1っていうのを複数持つスライスですね、はい。こういうのを作りたいなっていうふうに思いました。はい で下でちょっと実際にこれを使っている例があるんですけど、えー、1個目、これ、int の値を持つようにしている。これは OK。で、string も OK。フロート64を持とうとするとダメですと。これ、なんでかっていうと、この int は string っていうインターフェースが、フロート64っていうのを、まあ、ここの型要素の部分に含んでいないからです。はい。こういうものが入ります。 でさらにあのタイプ MyIntInt イイみたいな、えー、型定義によって導入された型っていうのを受け付けられるようにするっていうのがこれがないと実用的なあのものにならないですね。これがないとあの本当にただの Int 型ただのストリング型しか入ってこれないので、えー、それを許容するために、えー、このチルダの記号を型要素内の型名につけるっていう記号が追加されました。でこれをつけた型名あの T、チルダ T っていうのは T 型を規定型に持つ型の集合を表します。 これ規定型っていうのは何言ってるかっていうと、えーまあ、ここにある、えー、myintint みたいな感じで、えー、定義された型ですね。この myint っていうのは規定型に int を持っているっていう形になってくるんで、えー、こうした型を受け付けたいときは、このチルダ d a i n t の方を使います。で、int、えー、はストリング、一度 int はストリングにちょっと分かりにくい例で恐縮なんですけど、えー、チルダなしありのやつを作ってて、でチルダ、えー、なしの方だと myint は使えない。 シルダありの方だとマインと使えるっていう風になってくるんで、えー、こういう記法があるってことを覚えておいていただけるといいかなと思います。はい。じゃあ続いて、あの型要素の話を今したんですけど、インターフェース要素は2種類あって、型要素ともう1個、あのメソッド要素っていうのがあります。でメソッド要素っていうのは、あのこれまであのメソッド宣言として使われていたものがちょっと名前が変わった、まあ、定義が変わったっていうものですね。はい でえー、例えば、イント型に対して定義されたストリング・ストリングメソッドを持つ方への制約っていうのを書くみたいなことがしたいことが、まあ、もしかしたらあるかなと、まあ、下に書いてあるような例なんですけど、えー、イント・ストリングが、えー、イント型に対して定義されていて、なおかつストリングメソッドを持っている、こういったあの制約を書くこともできます。はい このイントストリンガーを使ったあの例っていうのを下に書いてますね。はい。まあ、これはいいかな。はい。で、えっと、続いてちょっと応用編っていうことになっていくんですけど、えー、これ全部話すと時間が足りないっていうのが分かってるんで、触りだけ話します。で、インターフェースなんですけど、あの今回の規法の変更が入ったことで、結構インターフェース自体の概念が大きく変わっちゃったんですね。 でインターフェースっていうのはこれからどういうものになるかっていうとあの型集合を表す概念になります。インターフェースそのものが型の集合を表すっていうことになります。えー、3つ例を挙げてるんですけど、1個目あの、インターフェースイントオアストリングっていうふうに書いたものっていうのは、えー、集合の中にイント型とストリング型っていう2つの型だけを含んでいる、その型からのみからなる有限この型の集合ですと。 でこの下に書いているあのインターフェースチルダイントっていうのは、イント型に対して定義された型からなる無限個の型の集合ですね、はい。このイント型に対して定義された型っていうのは、もういくらでも定義できるので、これは無限個の型の集合になります。で、えー、と最後、あのインターフェースストリングストリングみたいなもの。これは、ストリングストリングメソッドっていうのを実装する無限個の型からなる集合。このストリングストリングメソッドっていうのを実装した型っていうのは、 いくらでも定義することはできるので、これも無限個の型からなる集合っていう。まあ、1個目が有限個の型の集合っていう、まあ、これがちょっとあの別のまあもので、えーっとまあ、無限個の型を持つ集合になるっていうこともありますよっていう、ちょっとここの3つの例を挙げたかったです。でインターフェースそのものが型の集合ですっていうのは、これ結構大事な話です。で、えー、続いて、インターフェースを実装するっていう概念自体も変わってきますっていうところですね。 はい、これまでは、ある型 T がインターフェースの持つメソッドを全て実装してるっていうのが、インターフェースを実装するっていうふうに呼ばれてたんですけど、新しい仕様では、ある型 T がインターフェースの型集合に含まれているっていうことを実装してるっていうふうに言うようになります。例えば、ここの、えー、イントオアストリング、イントオアストリングって書いたときに、イント型は、えーっとはい、イントオ s ストリングのインターフェースを実装しているんですけど、フロートロッ型は実装していないというのだったり、 えーまあ、こちらの下にある例ですけど、これはあの旧来のメソッドのインターフェースとあの同じように動くよっていうのを示したかった感じですね。はい。で、えっと、はい、ここから先はちょっと難しい内容なんでスキップしますが、薄い文字でちょっと書いてあるので、興味がある人はちょっと資料を後とにてください。で、えー、はい。で、ここから、えー、今、 え紹介したインターフェースの新しい規法にちょっと制限があるっていうことを話すんですけど、えー、この型要素を含んだインターフェースの型っていうのは型制約にしか使うことができない。ちょっとこれ、微妙に正確じゃない表現なんですけど、まあ、大体こんな感じですね。でえっと、変数の型とか関数の引数の型とかに、このチルダイン i n t とかチルダフロ f l o a t 6 4とかチルダなくても、のこのユニオンみたいなのが入ってるやつっていうのはあの使うことはできないので、これ注意してくださいと。 はい、いつか使えるようになるかもしれないけど、今のところ、その見込みは立ってないです。でえー、続いて、あの型制約の省略技法、えー、型制約のインターフェースなんですけど、えー、この型パラメータの、えー、宣言の中に直接書くことができるんですね、実は。まあ、ここに、この型制約になれるの、全部インターフェースなんで、インターフェースなら何でもいいんですけど、えー、でも、このチルダイントを許可したいみたいなのを書きたいときに、毎回インターフェースって書くのめんどくさいでしょということで、これを省略できるような技法が入っています。 はい、ここに直接片目を一流、まあ、イントみたいな書いたら、まあ、それはインターフェースで囲われているっていうのをあの書けますと。はい、これはマップスライスチャンネルとかの要素型を別に持っている型を受け取るジェネリックな関数を書くときとかに便利で、マップスパッケージとかはこれをふんだんに使って書かれています。はい でえっと、さらに、えー、事前宣言された制約っていうのでエ n i と Comparable っていうのは追加されてるんでこれを紹介します。でエ n i っていうのはインターフェース、空インターフェースに対する型エリアスですね。型制約のところにインターフェース、空インターフェースあのひたすら書き続けるみたいなことあるだろうなってことでこれ避けるために追加されたんですけど、えー、ただの、えー、型エリアスなんで型制約以外でも使うことはできるっていうふうになってます。かんあの関数の あここは型制約で使ってるんですけど、これはただの変数宣言の型として使ってる。これも全然大丈夫です。で続いて、コンペラブですね。えー、コンペラブの方は、not="="、えーえー、によって比較可能なインターフェース以外の型を表す制約。ここのインターフェース以外のっていうのがこの1ヶ月ぐらいでなんか入った感じで、えーあ、このタイミングがこれ変わるんだみたいな思ったんですけど、はいえー、インターフェース型 をあのこのコンペラブルに、まあそうですね、インターフェース型がこのコンペラブルを実装するっていうふうに言うには、そのインターフェース型の含む型が全て比較可能でないといけないっていう話ですね。はい、でコンペラブルは型制約でしか使うことはできないです。ちょ,ちょっと下に例が書いてあるんですけど、えこのイコールっていう関数はあのコンペラブルな、えー、型っていうのをあの制約にした t を受け取って、それ、えー、t 型の a と b って変数を受け取って、<laughs> それを比較するんですけど、はい。 ここのメインでやっている通り、えー、イコール1、2みたいな、この1と2っていうのはそれぞれイント型なんで、コンペラブル実装しているので OK なんですけど、えー、このカラーインターフェース型っていうのは、あのそのインターフェースを含む方はすべて比較可能っていうのを満たしてないので、えー、これはコンペラブルを実装してないっていうふうになります。はい。で、えー、っと。 はいコンストレインツスライシーズマップスですね。はい。ジェネリクスに関連した3つのパッケージがゴーランオルグ XEXP に追加されます。このコンストレインツってやつだけは EXP じゃなくて、標準ライブラリに入るかもってなってたんですけど、これも土壇場で EXP に移動されました。ということで、Go1.18 では、ジェネリクスに関連した標準ライブラリの変更は行われません。はい、うん。 でえー、コンストレインツパッケージの紹介をちょっと軽くするんですけど、フロートインテジャーオーダードみたいな、頻繁に使われる型制約の定義をまとめたパッケージです。これは結構使うことになると思います。はいまあ、こうやってインポートして使ってください。はい 例えば、オーダードだと、こういう比較演算子みたいなのを使うことができるみたいなのを制約で書きたいというときに使います。であと、スライシーズマップスはあんまり踏み込まないんですけど、スライシーズソートとかマップスドットキーみたいな、スライス型とかマップ型に適用可能な便利な関数をまとめたパッケージです。で、現時点のゼネックスでできないことをちょっと挙げるんですけど、型エイリアス、メソッド宣言というのは型パラメータを持つことはできない。これ結構重要な話なんで、ちょっと掘っていくんですけど <laughs>、えー、型エイリアスの方からいきますね。えー、型エイリアス。 が型パラメータ持てないってどういうことなのっていう話なんですけど、まあ、ここに書いてるような例ですね。えー、型エイリアスってそもそもあのタイプなんとかイコールなんとかっていう風に書くやつなんですけど、えー、そのタイプなんとかの方にあのこういう VA にみたいなあの型パラメータを持つっていう書き方ができないっていう話ですね。えー、で、この上の方にあるあのベクター TA にみたいなのがあったときに、あのここの T をイントにしたいみたいな、でイントベクターみたいなの書きたいみたいなのはこれはいけます。 これ、イントベクター側にあの型パラメータないからですね。はい。あの型、えっ、ー、と、型エイリアス自体が型パラメータ持つような書き方できない。で、これは制約になってるんで、えー、はい、気をつけてくださいと。一応、あの、プロポーザルはアクセプトされてるんで、1.19以降にリリースされると思います。で、<laughs> 続いて、あの、メソッドの方ですね。はい。メソッドの方なんですけど、メソッド宣言に型パラメータを追加するっていうのは実装上の都合があって、あの、リリースを見込み立ってないです。これは いいつかかかか入るかどうかもちょっとわらないですちょっとここに書いてるのは、あのベクタードットマップなんとか、ドットマップドットなんとかみたいな感じで、あのベクター型の変数からいろんな型の、えー、スライスに変換していくみたいなのを書きたいっていうやつなんですけど、えー、こういうのは書けない。なんでかっていうとあの、えー、メソッドの宣言に型パラメータ持っちゃってるからですね、こういうのは書けないです。で、こういうのは書けますっていうので、えー、型パラメータを持つ型、 のえー、メソッドっていうのは書くことができます、はい、ベクター AA に、えー、スライス A っていう風な型があったときに、えー、ファーストっていうメソッドを定義して、あの A 型の型の値1個目のやつを返すみたいなのができます。はいでえー、はいいで現時点のジェ n i x でできないこと、まだちょっと続きがあって、えー、複合型の要素による型推論。型推論は、あの換水器図型推論と制約型推論2種類しかないので、えー、複合型の要素、こういうふうにインツ。 インツっていうのがあって、えーはい、コンストレインツインテジャー、まあ、整数の方だったら何でもいいっていうあの制約があったときにあのこういう、こういう書き方でいけない、インツの1、2、3っていうのを書けなくて、インツの、えー、イントの1、2、3っていうふうに書かないといけないです。はい、これはあの、まあ、関数の引数からも、あの制約からもあの導けないものになってくるんで、はい、こういうところは型数が効かないです。 ほ、えー、他にもいくつかあって、結構制限あるんだなっていう感じですね。<laughs> はい。まあ、ちょっと時間過ぎちゃってるんで、はい、こんなところで。 でより詳しく知りたい方はこちらということで、あのまあ、スペックのドラフトがあるよっていうのと、タイプパラメーターズプロポーザル。これもあの内容はあのどんどん更新されてるんで、あのこれも最新の内容にほぼなっているはずです。タイプセッっていうのが後から型,型集合って呼んだやつですね。後から入ったんですけど、それの内容も反映されてます。であの前回のリリースパーティーでノビシーさんが話されてた初めての型セットっていうのがすごいいい資料だったんで、えー、その辺気になる方は見てください。はい、試したい方はこちら RC1 インストールいきますっていうのと、えー、GenX のチュートリアル。 やられますあと、GoPlayGround で Go.devPlay で GoDevBranch っていうのを選択すると、あの最新のマスターのコードが動くっていう感じですね。はい、ここで試せます。ではい、一応ですねあの、リリースノートから、えー、構成しているということであの、コアライブラリの変更の紹介も最後ちょっとだけしますね。はい、でデバッグビルドインフォパケージっていうのが新たに入ります。 これまであったあのランタイムデバッグリードビル,ビルドインフォっていうので取得できた情報と同等の,あの実行ファイルに組み込まれたあのモジュールバージョンとかバージョンコントロール、ビルドフラグとかの情報を取得するに使えるパッケージが入るそうです。続いてネット,ネット IP パッケージあの。IP アドレスの型を定義する新しいパッケージであのメモリを使用量が少なく普遍で比較可能。この比較可能っていうのは結構でかいですね。になりました。この後あの 詳しい発表があるはずです。で、えー、TLS1.0 と1.1っていうのが、あのクライアントサイドでデフォルトで無効化されるっていう話ですね。ConfigMinVer. っていうのが設定されてないと、えー、デフォルトで TLS1.2 が使われますっていう。これ指定すれば1.0、1.1も引き続き使えるんですけど、まあ、デフォルトは1.2です。で、サーバーサイド側のデフォルトは1.0のままだそうです。はい。で、えー、はい。s h 1証明書。 ののワン証明書の、えー、リジェクトですね、はい、クリプト X509 っていうのが、えー、自己証明以外の s h、えー、ワンハッシュ関数で証明された証明書を受け付けないようになったということで、この辺がコアライブラリの変更で挙、えー、げられていたものですね。はい。で、マイナーチェンジストゥーザーライブラリ、すごいあったんですけど、ちょっと入りきらなかったので割愛します。っていうか、もうすでに時間過ぎちゃってますね。はい。これで、一応僕からの発表終わりになります。ありがとうございました。<music>